皆さんこんにちは、イマンです。この動画へようこそお越しくださいました。皆様いつも本当にどうもありがとうございます。いつも心から感謝をいたしております。本日のテーマなんですけれども、キーの皇族としての最後をカードに聞いてみました。その理由はなんですけれども、もうね、他の皇室系 YouTuber さんの動画をね、いろいろと拝見しておりますと、論文のことをね、もうより深く掘り下げてくださっておりますよね。もうね、そういうのを見ておりますと、もう本当にそれだけではないですよ。もうたくさんたくさんございますが、もうね、ズルをして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 、それがもう世間に知れ渡っているのにもかかわらず、しらっともう何事もないかのように出てきて、いやもうね、ちょっと耐えられないですね、これね。で、現在国の象徴はね、我らが両陛下でございますね。だけども、その一応は弟の家族ということで、世界に次々と出しゃばって出ていくんですよね。これが日本というような顔をして、私たちが日本人ですというような顔をして出ていくんですよね。もう本当に冗談ではないです。もうね、怒りとかそういうものは通り越して、もうね、本当どう言っていいか、もう皆様同じお気持ちだと思いますので、あえてね、ここで私が申すまでもないことなんですけれども、もうね、ちょっと我慢ができなくって、一体このキーというのは皇族としてどんな最後を迎えるのか、皇族としての最後なんですよ。だから例えばですよ、今ね、皇后陛下を見させていただいたりしますと、例えばその同じテーマだとすると、もう完全に最後の最後にね、なんとか天皇陵ね、そしてその隣の皇后陛下として入られる、そこが出てくると思うんです、その時のご様子がね。だけどキーはどうなんでしょうかと、いつまで皇族でいられるんでしょうかと、私はそういう思いで見させていただこうと思いました。はい、それでは、いつものように緊張とリラックスで丁寧に読み進めたいと思います。早速始めさせていただきます。カードに聞いております。よし、10番逆、はい、レッドカーペットが逆で1枚目に出てまいりました。失敗です。失敗出てきましたね。はい、立ち往生、立ち往生ですよね。この人が立つってなりますと、例のね、お行儀の悪い、恥ずかしくも両股を大きく開いてこう立ったまま、こんな感じで往生ですね。立ち往生で、このカード逆ですと、もう新たな発見はこれまで選んだ道を考え直させて新しい方向性を見つけようとするだろうという、こういう意味のあるカードなんです。なんかね、この人の場合は新たな発見というよりも発覚なのではないでしょうか。もうね、もう発覚も、もうたくさん発覚してますよ、してますけれども、その全てではないですか。これから先ももっともっと、っていうようなことがあると思います。で、これまで選んだ道を考え直させ、新しい方向性を見つけようとするのはもうこの本人じゃないですよ。国民とか、もう周りの人間だと思いますよ。失敗が出ましたね。ということは、皇后陛下になるようなことはないですよね。失敗が出てますよ。レッドカーペットがもう取り除かれてますので、はい、30番逆、はい、これも投資買いのない結末です。これまでね、多大な努力の後の失意、失望、無駄な努力でしたが出てます。
気分いいですね、うん、次行きます。はい、これも逆ですね。あ、13番逆。これはね、もう助言も援助もない、うん、でキーの力は奪われている、うん、奪われたとかではないんですよ。もうその前からもうどん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 奪われているってことなんです。でまたもやです。立ち往生が出ています。これですね、立ち往生。それから事態は失敗か喪失、まあ、失敗と喪失だと私は思いますよ。でこれ本人かなと思うんですけれども、もう物事に対して無関心とか無気力とか、もう度外視、もう気にかけないようにして無視しているような、そんな状態で関わり合いにならないようにしながら傍観的立場から見ているようになるってことなんですよ。もうそれしかできなくなるってことなんですよね。自分が選んでというよりも、もうむしろそういうふうにさせられるんじゃないでしょうか。うん、次見ます。ここでまで、これ皆さん見てください。これ19番正位置、レイナの性的なカードですよ。これここでまで正位置、皇族としての最後を聞いてるんですよ。でまたこれ恋愛関係です。これで、あのどちらかというと、まあ、誘惑とかなんですけども、肉体レベルでの与え合いなんですよ。もういくつになってるんでしょうね、この時ね。ね、まあ、年齢は関係ないにしてもですよ、こんななんですよね。本当に強くお互い惹かれ合うとか、まあ、意味を申しますとね、まあ、誰かとの深く親密な関係を表すんですよ。これはああではないですよ、うん、でこうね、キーが求めているものを引きつけるための雰囲気とか性的緊張を作ろうとしているなんですよ。本当にね、この後に及んでって感じですよね。いや、このカードが伝えているのはキーの心と直感に身を任せれば、キーが絶望する連れ合いを見つけることができる。どんな連れ合いなんですか。あーのことだって絶望したわけでしょ、ね、本当に。このカードが表す人物というのは性的魅力があって気持ちも深く関わることができる人なんですよ。なのでよくてそういう人に出会えるってことですよね。おそらく皇族としての最後はこういうことをしているってことなんですよ。最後なので、私ね、もうね、本当にこの人はもう魔物にも乗っ取られていると思うんです。でやっぱりね、そうなると、まあ、食欲とかもそうなんですけど、こういう性欲的なこともね、やっぱちょっとね、すごいことになりますので、まるで式条例がついているようなそんな感じですよね。もう本当にもうそれそのものなんじゃないですか。こんな質問にまでこれが出てくるんですからね。ではこちらのカード1枚引いております。わー偽物です。ファルスパーソン、ね、これがキーってことになるんです。やめてくださいよ、もうこんな格好ね、うん、ミナモニュースさんあたりがこんなの見たらゲーとか言いそうですけどねよっしゃいそうですよね笑ってる場合じゃないですね。これはね、もう偽物を警告するカードなんです。っていうことはもうそこがもううわーってもうバレるんじゃないんですか。もうバレてますよ。だけどもうそれがもうガーってなるんじゃないですか。もう最後を迎える時というのは、ね、このカードが伝えるのはね、もう本当にね、アーケンにぴったりなんですよ。で、まあ、この場合今キーを聞いてるんですけれども、横島な動機とか目的による横島な計画、もうそれが明らかになるってことなんですよ。もうタッツァンとかね、でね、まあ、たっちゃんの奥さんと一緒にしてきたこととか、まあ、横島な動機目的による、まあ、横島な計画、そしてそのキーにはふさわしくない
態度、不適切な態度とか、議員にはふさわしくない決定とか、まあ、それはこれまで行われてきたことですよね。何ですかあの孔子って。もう本当にもうね、孔子非とかもうやめて、非って何本当にね、まあまあそれがもうバッ出るってことですよこれね、うん、いやこれね、どんな人かってこのカードの人を表すと、なので、まあ、あの今からあの申します人っていうのはもうそこが明らかになるってことなんですよ。これね、不真面目です、そして不誠実、そして偽善、もうぴったりじゃないですか。もう見せかけだけでね、ニタ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 笑って、もういかにも善人そうにしていたんですよ。で悪いことばっかりして、ずるいことばっかりして、そうでしょ、それなんですよ。でニタニタ笑いながらも妬んでいる、嫉妬している、羨んでいる、そんな人物なんです。これこのカードが伝えるのもうぴったりですよ。これ人間性がもうね周知のこととなるんですよ。我々はもう存じてますよね。だけど今もまだ知らない人たち、騙されている人たちが知ることとなるでしょう。このカードがね一生懸命伝えていることは、ごまかしてきたんだと、騙してきたんだと、策略、それはお家芸ですよ、ね、で偽善、あとねこのカードが伝えるのはわざとらしさなんです。なのであの作った笑顔とかもうそういうの全部ですよ、わざとらしいんですよ。騙すための偽りの装い、それから中身のない見せかけだけ、うん、もうぴったりですね。 あとはね、何か誤った言い訳とか弁解とか、そういうのもこのカードが表すことなんです。結局皇族としての最後はこういうキーがもう周知のものとなるってことなんですよね。うん、ではこれで見ますね。ラバー、うん、アンガー、はいはい、レター、なるほど、これはね、まあ、なんちゃって男系男子 H 君で現れるんですよ、うん、まあねちょっとね、あのこんなカードが出ておりますので、これ本当にこの男のね恋人、それでそれが見つかってこんな風になって、まあ、ああなのか誰なのか分かりませんよ、怒り、そして例えば離婚とかね、そんな風になるっていうのもちょっと考えられます。まあ、それならそれでいいんじゃないですか。これが出てくる、うん、ね、皇族としての最後にこれが出てくるっていうのは、もしかしてそういうことも考えられますよね、うん、だけどね、もう一つは例えばね、これがなんちゃって男系男子のことだとする、 H のことだとする、そしてこの怒りっていうのはもうね国民ですよ、うん、そうなってこのレターっていうのはなんか皇統譜からねこう外されるようなことであってほしいと私は思いますけどね、うん、でもねちょっとしつこいですけど、本当にねこのカードがなんで出てくるかって、それは分かりますよ、キーにぴったりのカードですよ。でもね、なぜわざわざこれが出てくるかってなると、もしかして本当にこんな風なことがあるのでかもしれないんですよ。だからカードはこれを出してきてるのかもしれないんです、うん、その可能性もないとは言えない出方ですね。次これ、うわあれら、ここでも出る、いやなんかあのキーという人を見た時にこれが出てたはずなんです。違ったかしら、一番最初にこれが出てたと思うんです。もうこびへつらい、おだて、うん、こうやってこうやって、例えば夫人なら夫人の機嫌を取って取って取ってきたんですよね、うん、そんな感じが出てた。で今回もこれ、皇族としての最後にこれが出てきてるんですよね、正位置で。これは自分の関心とか興味のある何かを得るために、まあ、この後に及んでもお世辞とかへつらいを誰かにしてるんです。誰かにするんですよこれ。陛下とかですかね、両陛下かもしれないですよね。で、まあ、これはもう明らかな理由もないのにいきなり持ち上げてくる、おだてる人々に警戒せよというカードですので、まあ、警戒されるのはキーということですよ。これはキーにこんなことをしてくる人がいるっていうのではないんですよ。このカードを示しているのはキーがこういうことをするっていう、うん、ねえ本当に、は
ひどいですね。ね。次いきます。なんか人間性しっかり出てますね。思いませんか皆さん。ルームプリズムスイートハート、うん、これね、うん、これね、最近2つ思うんですよね。一時期はね、私これを見るとなんかね、もうあ、いなくなるっていうふうに思ったんです。でもね、最近はこれね、このカードの意味通りなんだかね、自分の居場所とか部屋、そんな感じがするんですよね。なんかね、これが伝えているのは両方かなという感じがします。アジトから追放、アジトからは追放されて、どこかに居場所が与えられる。でもそれはこれなんですよ。いや、刑務所と言ってるわけじゃないんですよ。もうね、なんかね、幽閉っていうか、まあね、幽閉ですら聞こえがいいぐらいですね、軟禁状態みたいな感じかな。なんか軟禁みたいなのが来るんですけど、引きこもりとか、よくて引きこもりですね。こんな感じ、必要なものだけ置いてあって、もうこうやっている感じ、うん、ただこの後に年の宮愛子内心の殿下が出てきてるんです。で、このカードの意味するところが優しさなんですよ。で、私ちょっとね、今ふーっと浮かぶのは恩情という言葉が来るんですよ。なので、なんかね、恩情がかけられるかもしれない、年の宮愛子内心の殿下によって。あ、そうか、この状態がすでに恩情でこれなのかもしれないですね。え、ちょっと待ってくださいよ、いらないですよ、情けは。情けは無用ですよ、放り出してくれればいいので。とにかく、もう後頭部から名前は消して、どっかどこでもいいので、ここにつないでおいてくださいよ。そんな感じですね、うん、希望します。次、グッドトレードですって。 The house、 おー、ウィドワー、これね、これ裏取引かもしれないですよ。良い取引とかってなってますけど、今ふっと出ましたよね、私、裏取引かもしれないですよ、これ。三宅をね、これ The house は例のね、なんちゃって三宅ですよ、これね。その三宅を存続させようなんて思ったら、ウィドワーが生まれますよって言うんですよ、男やもめが。どういうことですかっていうと、ここにキーが入るってことなんですよね。そんなことになりますよっていうことなんですよ。だからこれもうやめなさいよと。そういう取引、あんた、このここではなくってね、このお墓ではなくって、こうしていたいんであれば、もう三宅も諦めろってことなんじゃないんですか、うん、なんかそんな感じがする。良い取引で出てますので、では次いきます。お、インペリメント、これはね、悪いカードです、うん、これはね、正位置ではキーのいくつかの計画、もういくつかですよ、一つや二つじゃないんですよ。キーが持っているいくつかの計画ってございますよね。例えば自分が皇后陛下になるとか、ね、H に継がすとかね、いろいろあるじゃないですか、M 子夫妻を呼ぶとか、でそういうのがのこ うまく巡回させるというか、そういう、うん、巡回違いますね、うまくそれを回す、その計画をね、そういうことに影響を及ぼすような事態を表すんです。要は計画がそのままいかない事態になるってことなんですよ、平たく言えば、うん、今キーが進んでいるこう道ってありますよね、まあ、自分の計画があって、その道にもう発生するような起こる障害とか邪魔を表しているカードなんです、これ、うん、もうね、実際問題実施するのは困難、うん、実践上の困難が現れてます。計画の失敗という意味がございます。失敗なんですよ皆さん、もうね、1枚目から失敗が出てるので、もうこれ失敗と立ち往生、ね、もうこれ2枚目もそうね。
多大な努力の後の失意でしょ、失望、ね、これもそう。3枚目もこれも事態は失敗か喪失、これもなんですよ、計画の失敗、うん、でこの時のキーの状態、皇族としての最後を迎える時のキーの状態というのは不安定、そして優柔不断、それから何か対人関係における病気です。心の病気だと思いますよ、対人関係、うん、それから、まあ、何か病ね、うん、で職場では、職場ではということはもう今のこういう971とかね、職員とかもそういう間では皆様とは対照的な考えになるんです。ということはどういうことか、反対する人たちばかりってことになるんです。キーの意見には意見の衝突があって潰される、キーの意見は潰される。それからアーケらしいのが出てますよ、解釈違いっていう意味があるんです。この間も H が、不都合なことは全部解釈違いだとね、そういうふうになんか鹿にも出てたんじゃなかったでしょうか、なんかそんな感じで、あのまあアーケの、ね、自分たちがおかしいんですけども、まあ、とにかく解釈違いだで済ませること、それがまだ出てるんですよね。それからこのカードが表すの、これね結構ねこの絵とはね似ても似つかないというか似つかわしくないね、あのきつい意味があるんですよ。これはね個人に対する、まあ、この場合ですけどキーに対するです。もう憎悪、嫌悪、毛嫌い、嫌気、意味嫌う感じです。そういう人たちばっかりになる、もう職場が。っていうか今でもそうなんじゃないですか、それがもうズバッとこう出てくる状態で、これ、一般的な意味ではもう正義は関係ない、カードが持つ意味です。障害とか妨害とか邪魔なんです。それから、例えば今のキーには予期しなかったような事態が起こる、望まなかったような出来事とか事件があるで、何かキーに不利益な、不利益な障害とかキーにとって有害な妨害、そういうのを、生むようなあらゆる出来事とか事件を表すカードなんです。これあとねやっぱり優柔不断っていうのが出てるんです。なんかね優柔不断というかね躊躇するっていうのが出るんですよね。まあ今は本当に度厚かましいのでね、まあ躊躇するぐらいでやっと普通の人ぐらいなんじゃないですか、ね、ではこちらいきますね、6枚引いております。これどんな風に出ますかね、わっこれなんですよ皆さん、ベッド、ね、やっぱりねなんでしょうこれ、ほんと式条例ついてるんじゃない、ベッドでしょ、出たサイブック、うん、わ面白い、あのサイの次にブックがある、うん、これはねやっぱり誰かと深い仲になるという方の意味だと思います。まあ、これもねもちろん胃の一番も性的なカードなんです。でもそれだけではない、いくつか他の意味もある、休息とかね、うん、何かポジションを得るとかね、そんな意味もあるんですけど、もう今日この間見たなりからまたベッドだと思ったので、これはねもう誰かと深い仲になると思います。でもしかすると引っかかるのかもしれない、誰かにはまるのかもしれない、好き好んで誰がこの人、うん、と思いますけど、何か得があるのかな。これはね公にできないような関係です。もうキーが秘密にしておくようなプライベートな関係なんですよ。性的関係を表します。これキーの皇族としての最後、うん、でこれなんですよ。ということはやっぱりさっきのあれってなんちゃって男系男子じゃないのかもしれない、本当に恋人なのかな、これこれです、ほらあれ、ほらほら、なんか似てませんね、え、あ、見えますか、光ってちょっとごめんなさい、ね、え見にくいですね、すみません、どうしよう、こういう感じにしましょうかね、え、こういう感じでなんか似てませんか、これがベッドでこれが恋人でしょ、ね、どうかす、これほら怒りで釜が振り下ろされるんですよね。でなんかこのお手紙とこのブックがねちょっと似たようなものを表しているのかなと感じる、
これはね、危険や事故の警告っていうのもあるんですけども、もうねスパッとした切り口を表すんです。ズバッと切られた後の完全な別離、離脱だってですよ。鉱石離脱してほしいですけどね。完全な鉱石離脱であってほしいんですけども、まあ厳しい終わり、強く決定的な行動を表すんです。これズバッといく。だからこれが出てこれってことは、やっぱりなんかこれが原因でこうなるような、でこれ、このブックいろいろ取れますよ。例えばね、ズバッてやられて、例えばね、で暴露本書くんだわとか、そういう取り方だってできなくもないんですよ。でもね、これいろいろ取れるんです。本かもしれない、日記帳かもしれない、何を表してるかわからないんですよ。後頭部かもしれないんですよ。ただここに書いてあるものっていうのはキーの秘密、物語、計画、あとキーがしてきたこととか、そういう仕事シナリオが書かれてるんです。こうでああでたっちゃんとこうやってとかね。で調査したこと、何か隠された計画、それから皇族として生きてきた、そういう時に得た知識とか、何か学んだこと、学習したこと、検査っていうのもあるんですよ、DNA ですかね、あと何でしょうね、産み分けのですかね、なんか。ただね、3枚あって、ここにブックが最後の位置に出た時っていうのは今日ではないですと、まだお答えする準備ができておりませんっていう意味があるんです。なのでその意味もちょっと取っておきますが、でもね、皇族としての最後でしょう。なんかやっぱりね、これがあるような気がするんですよね。なんでしょうこれ。でズバッとやられるんです。これが原因っていうかね、ズバッとやられて、その後でこれか。いや本当にね、後頭部に離脱っていうふうに記されるというふうに読みたいですけどね、ちょっと次見ますね。おお、インセンスバーナー、やった。ウィップ、ウィップ、ウィップ、ウィップですよ。最後はムーンか。ちょっと美しいね、なんか。これね、もうこれはネガティブで、望まない木を追い出すです。望まない木ではないですよ。これ木、ね、エネルギーです。もう硬質からネガティブで望まない木を追い出す。悪とか腐敗とか不正を粛清する、一掃する。あと不要なものを除去する、処分するが出てます。またこれね、結局ちょっとここなんか意味が違うんでしょうね。ズバッと切る、ね、何か厳しい終わり、決定的な行動が取られるんですけれども、まだお答えする準備ができておりませんみたいなのがあったんですよね。でもやっぱりここで追い出されるんですよ。でしかも出された後、これなんですよ。ずっとそれは終わらないんです。現在進行形の問題で続きます。慢性的な痛みを味わい続けます。何度も何度も何かが行われる、で毎回申し上げますが、強く振動するような、もう情熱と怒りのエネルギーなんですよ。なのでいつまでも国民は怒っているような感じがする、この無知で。この部屋自体が冷たい拷問部屋のようですよね。それが先ほどのあの部屋なんじゃないかなと思うんです私。このあの一応ね、あのもう一度お見せしておきます。私に浮かぶのはこれね、これなのかなと思うんですけど、この部屋なのかなと。光りますね、ごめんなさいね、見にくい、このお部屋じゃないのかな、なんか冷たい感じがする拷問部屋のようですよね。ここにこのウィップがかかっていても全然おかしくないでしょ。いや同じ窓に見えませんかってぐらいなんですよ、でこれもね、ちょっと気味が悪いのは、一応ロマンスとか求愛とか求婚のカードでもあるんです、これって。なのでこの人間のことなので、もしかしてそういうこともあり得るんですよね。再婚するとかねどんな物好きかと思いますが、まあまあね、奥に帰るのかもしれないですしね。だけどこれが表しているのは評判とか風評です、この場合。
もうずっとね続きますよ。もうね、それが書かれる本があるんじゃないですかってぐらいですよ、一つのお話できると思いますよこれ。もうね、渓谷とか水国の私の大好きな宮廷ドラマ、もうあれに近いものありますよこれ本当に、リアルですからね本当に。で、まあ、これ露出なんですよ。隠れていてももう露出し続けるんです。身は隠していても露出し続けますよこれ。もうこの時こそマスコミによる公表公開、醜聞とか秘密の発覚、暴露ね、そういうのがもう次々ですよ。この本は鍵がかかっていましたが、ここの段階まで来たらもうこれは全部もう流出ですよ。そんな状態になる、そんな時のこの人っていうのは皇族ではないですよね。本当に皇族だったら少なくともここまではならないですよ。守られますよ、ということはさよならですね、さよならです。はい、それでは本日のリーディング以上にしておきます。ご視聴くださいましてありがとうございました。私はいつもいつも皆様のお幸せと愉快を応援いたしております。